はい、どうもどうも。はい、本日も、おなじみのうるわしくもにぎにぎしくな感じで、お送りいたしますよ。はい、はい、本日もうるわしくもにぎにぎしき、今日この日この人の聞こえ皆様方とともに1969企画でございますよ。はい、こう読み方は1969なのか1969なのか、どちらが正しいんでしょうか。どうなんだ。はい、あ、もう一回行くね。読み方は1969が正しいのか1969が正しいかと。あ、1969。1969が正しいということでございます。はい、そんなこんなでですね、1969企画でございますよ。はい、皆様本日も盛り上がってまいりましょう。はい、本日のラインナップ、ざざっと紹介しておきます。はい、まず最初に小方部さん出ます。続きまして桃塚会長さん、グロプチンさん、ハイトさん、そして1969となっております。はい、加えて本日の、DJ ご紹介いたします。トッコちゃんでございます。はい、トッコちゃん、はですね、昔いた福岡でイギーポップのライブを見に行ったりしていたパンク好きで愉快な酒飲み少女、酒飲み女子ということでございます。去年初めて DJ を始めて即その愉快なセンスをスッパマイクのパンチョップに気に入られたという、そういうことですね。ああ、スッパマイクのパンチョップ存じてますよ、というかダチでございます。はい、まあスッパマイクのパンチョップさんが気に入ったとなれば、こうそれはまあ本物でございますよ。まあそんな感じですね。はいはい、こう本物のバンド、本物の DJ がサポートするという、そういうそんな感じでですね。ああ、すいません、申し遅れました。私たちのことが、はい、私司会の貧殿さんと申します。はい、ひらがなで貧殿さんね。はい、秀樹が変な風になまって貧殿さんとなりました。はい、どんな風になまれば秀樹が貧殿となるかは不明ですが、まあ、とにかく貧殿さんでひらがなでググっていただければ、まあいろいろとですね、情報が拾えてですね、まあ拾うにつれ、こう余計にますますこうわけわからなくなってしまうという、まあそんなことになっております。まあそんな感じでございますよ。はい、そんな感じで、最初のバンド、ご紹介申しましょう。はい、ウガダムの皆様方です。どうぞ。恨まない。
岩田部でございます。こんばんは。
最後で終わりにします。繁華店の皆さん、今日はお招きありがとうございます。この後もどうか、楽しんでいてください。